エンゾ・マイオルカは、イタリアの男性フリーダイバー。エンゾと表記される場合もある。イタリアの白草生まれ。数々の記録を持っていた。フリーダイビングのパイオニア。映画、グランブルーのエンゾ・モリナーリのモデルと言われている。作品中で死亡したかのようになっているが、エンゾ・マイオルカ本人は、映画制作当時は存命で、映画が公開された1988年に、ノー。 リミッツベリアブルウェイトで101メートルの記録を出している。グランブルーでは監督と同じフランス人であるジャック・マイオールを主役にしているため、ジャック・マイオールは本人より美化され、エンゾ・マイオルカは悪く書かれている、と本人が発言している。2016年11月13日正居。85歳没。アプネアの歴史。 スポーツグラフィックナンバー477号1999年8月26日号、グランブルーライバル役のモデル、マイオルカシシキョ。スポニチアネックス。 http://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ11スラッシュ14スラッシュ kiji スラッシュ k20161114013720560 ド html2016 年11月14日閲覧ありがとうございます